はい、お疲れ様でございます。いや、昨日はちょっと体調不良でハイボール飲めなかったんですけど、ちょっと絶好調になってきました。はい、そんな時はやはり大好きなウイスキーを飲もうと思います。皆さん想像つきますかね。いっぱいいろんな美味しいウイスキーを送っていただいたんですが、今日はこの人で、じゃじゃん、久しぶり、だるまちゃんでございます。だるまちゃんが転んだでございます。いやー、久しぶり。やっぱりこうだるまってもう本当に美味しいですよね。なんか1日休肝日取ったら飲むのが怖いですね。まあ適量飲めば全然大丈夫なんですけど、調子に乗ってたまにたくさん飲んで飲む時があるんで気をつけます。何回も言うんですけど、昔は見向きもしなかった親父のウイスキーですよね。改めてウイスキー飲むようになって飲むと、いや、こんな美味しいウイスキーなぜ飲まなかったみたいな感じですね。どんどん値が上がっていって飲みますけど、それでもまあ全然コスパがいいんじゃないでしょうかね、サントリー。はい、では2日ぶりでございます。今日皆様お疲れ様でございました。乾杯。あ、いい匂い。あ、いい匂い。休肝日明けは染みますね。あ、箸を忘れた。ちょっと取ってきます。やばい、箸を忘れちゃった。すいません、いつも我が料理番長にお願いをするんですけど、ちょっと今いらないので自分で取りに行きました。ごめんなさい。はい、でもう休肝日明けの翌日は大好きなホタテを、北海道産のホタテです。私はホタテとネギを一緒に食べます。皆さんもぜひホタテとネギ一緒に食べてみてください。めちゃめちゃ相性いいです。うわー、しみる、しみる、めちゃうま。うわ、なんだこの上品な甘みは。とネギをじゃあいただこうと思います。いや、やっぱり皆さんいかがですか、オールド。その1個上のランクでロイヤルがあるんですけど、
個人的にはまあロイヤルも美味しいんですけど、個人的にはオールドの方が好きかな。まあコスパもいいですし。上品な甘みだし、こんないいお酒をなぜ昔出会ってたんですけど飲まなかったのか、皆さんそんな感じじゃないでしょうかね。若い頃は見向きもしなかったウイスキーが今となっては、当時のウイスキーがどんどん値が上がっていってすごいことになってますけれども、はい、あー2日ぶりのウイスキー最高、ホタテも最高。じゃあ行きますよ。昨日も今日も明日もまーし。